残っていただきまして本当にありがとうございます。水岡の植木グループの、本日こちらでのですね旅と音楽、旅堂さんでのライブ、今年最後の私たちのライブでございます。セカンドステージの始まりでございます。改めてメンバーをご紹介しましょう。私がリーダーの水岡信行、そしてベース小坂部智彦、そしてパーカッション対馬周平、今控え室の方でですね3人で話をしておりまして、雪が降ったらどうしようと話をしたんですけどね、もうそんなことはもうね考えないでね、とにかく今日龍ヶ崎に骨をうずめるつもりでね、今日は頑張っていきたいと思います。すいません誰か止めていただければと思うんですけどね、はい、そんなわけでですね、龍ヶ崎でしかお会いできない方もたくさんいらっしゃいます。やっぱりその方々の、ね、ためにもやはりその方の好きな音楽というのをねやらなければいけないと、いうことでやっぱり用意してまいりましたのはやはりこの曲でございます。往年の名俳優のね、それではもう映画でございます。お待たせいたしました。それではエデンの東、それではお聴きくださいませ。
ありがとうございます。1曲目エデンの東、そして2曲目はチェンジザワールド聴いていただきました。いよいよ、クリスマスが近づいてきました。さあクリスマス23、24、25と、皆様はどこで何を、ね、なさってるでしょうか。それではですね、こちらの今日メンバーにそれぞれクリスマスの過ごし方を、それでは聞いてみたいと思います。対馬周平君はクリスマスはどんな過ごし方をなさってますでしょうか。仕事です。仕事、はい。ベースの大坂部君はどんなクリスマスを過ごされてるでしょうか。仕事です。仕事ですね。私たちもですね、仕事三昧のクリスマス、でございますけども、ありがとうございます。野外コンサートもクリスマス中には控えておりますんでね、本当にあの野外コンサートというか、体感コンサートでございます。ぜひですね皆様、クリスマスのどこかでお会いできればなと思ってるんですけど、今日は一足早い、クリスマスソングを皆様に聴いていただきたいと思います。それでは2曲続けて、まずは1曲目、バラードでザ・クリスマスソングという曲を聴いてくださいませ。
ありがとうございました、皆様ですね、来るべき2014年、どんな風な、ね、年にしたいですか、ジョイフルジョイフル聞いていただいて、それでは本日最後の質問をですね、メンバーと一緒にやってみたいと思います。2014年の目標、それでは、対馬周平君からお願いいたします。
2013年ですか、はい、はい、来年が2014年ですね、はい、そうですね、今までずっと無事故無違反できたんですけど、今年実は8月に一時停止を無視してしまって、あ、車の話ですか。そうですね、なるほど、車の運転で点数を引かれるということになってしまったので、来年こそは無事故無違反で、1年頑張りたいと思います。あ、大事なことですね、はい。それでは小坂部君は来年はどんな年に。来年は健康な体になります。なるほど、健康じゃなかったですか今年は。ちょっと健康じゃなかったので。あ、なるほど、ね、じゃあ来年は健康になりたいとね。二人とも素晴らしい。私の来年の目標はですね、今決めました。大した目標でもないんですけど、でもね、重要な目標がして、また旅と音楽に来年も出させていただきたいなというのが、はい、ありがとうございます。本当ですか、よかった、ありがとうございます。それには体調が万全でないとね、無事故も違反でないとねということに全部つながるわけですよね。そういうことでございます。だから何が大事かということをね、きっちりやって来年もここに出るぞとね、そのためにも健康で無事故無違反ということでやっていきたいと思います。今シーズンじゃない、今年もどうもありがとうございました。残り3曲で終わりますね、分かってますか、残り3曲とあります。3曲の後にですね、アンコールがもしかして待ってるかもしれませんけどね。今日はこちらに今日はいっぱい皆さんにお会いできるということで、タイから CD を持ってきました。タイの袋に入っております。この中にいっぱい CD がありますんでね、もしよかったらですね、買ってやって、これは免税ではないんですけど、はい、ぜひね、買ってやっていただければと思います。それではその CD の中にも入ってる曲でございます。アルバムタイトル曲ライフという曲を聴いてください。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ベース長壁智彦、そしてパーカッション対馬周平でございました。若林さん、今日どうもありがとうございました。最後までやりきりました。今日はマスターともありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。壁の向こうにおそらくいらっしゃるだろうお客様、本当にありがとうございました。アンコールぐらいはですね、一緒に歌って今日は年を越したいと思ってるんですけども、この曲もう毎回やっております。我々もですね8万362回ぐらいやってる歌なんですけれども、いまいち歌詞がうろ覚えなんですね。それもそのはず、歌の人に全部任せてます。今日はですね歌の人がいないのでですね、我々が、しょうがない、うお危ない、しょうがない歌ってですね、最後終わりにしたいんですけれども、いかんせん歌詞がうろ覚えでございますね。もうこれぐらい振れば分かっていただけますよね。この中にですね多分歌をよくご存知の方がね、お客様が一人紛れてるんじゃないかと思うんですけどね、一緒に歌ってやっていただければと思います。ちょうどね2番目があやふやなんだよね、覚えてる？ちょっとあやふやだよね。分かりました。適当に歌いますんで皆さんですね、よろしかったですね、最後皆さんで一緒に、歌って踊ってやっていただければと思います。それでは最後に行ってみましょう。上を向いて歩こうです。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。良い年をお迎えください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。水岡信行グループでした。それでは BGM よろしくお願いします。ありがとうございました。若林さんどうも失礼しました。はいはいはい、シーンとしてしまいましたね。大丈夫ですはい、はい、これで、第21回旅と音楽アコースティックライブ終了となります。皆さん、はい、ありがとうございました。もう一度は大きな拍手をお願いいたします。本当に最後まで残っていただきまして皆さんありがとうございました。帰るに帰れなかった方もありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。ブルークリスマス飲んでってください。ありがとうございます。はい、はいはい、あともしよろしければあの、はい、年内はライブ最後なんですかね。こちらではこれあこちらではそうです、はい、なんかライブのスケジュールなどありましたら明日以降ちなみにやっておりますんで、水岡信行のホームページを HP を見ていただければ、はい、あ、わかりました。はい、はいはい、あの今日はあのカメラの向こうにも、はい、最大で16名ぐらいの方が同時に見てていただいたので、え、ちょっとマジですか。はい、ユーストリームだったんですか。ユーストリーム、ちょっと勘弁してください先輩くださいよ。これはもうあのずっともう定番です。まずいじゃないですか、見てたんだ。あ、結構あの僕のユーストリームの中では初めての数の観客の方が見ていただけましたのでこの次々に帰っていくライブをずっと見てたあでもあの大体ステージの方をあのメインに映ってたので。そうですか、はい、そうですか、はい、いやそうしたらもうちょっとしっくりやったですねそうですか、しっくりウルトラにやったかもしれませんけど、ね、あそうですか、じゃ あ, あの次回さらにあの素敵なステージを、はい、来年またお待ちしておりますの です。いやちょっと本当にいやこれはまずいですね今し知らない方が良かったかもしれないですねそうですか、なんか急には寒気がしてきましたね。はい、ありがとうございます。はい、藤井さんもどうもありがとうございました。藤井さんも体調に気をつけていただいてですね。私もちょっと声が枯れてきましたんで、はい、うがいして今日も帰ろうと思いますけども、はい。あ、もう止まってんですかカメラはね。あ、今微妙にまだ動いてます。はい。じゃあそろそろあのお別れしたいと思います。そうですね、はい、はい、すみません、ありがとうございました。このライブは